ちょっとジャージば着てっか桜湯前でしこってみたばってどげんだったろか。ようよコーチもろた一丁らだけんたい。ちょっと見せびらかそごたったったい。こないだ雪ん降った日にわたい。雪で汚るっけん着せられんって言うてか。おら裸で散歩行ったけんね。兄ちゃんちょっと水もらうばーい。お前全部飲むなって。もう今日で母ちゃんが寝たきりになって一週間たい。机ん上に何べん必要かもんなら全部乗せちかったい。もう便所以外はおきらすさんもん。あのみんなんとこも資源ごみに出すためにたい。あのプラスチックからシールば剥がしたりせにゃんね。おっげはシールば全部剥がさやんてったい。今日はシャトレーゼの団子ば食いながらシール剥がししおらした。ああ気づいたね。おっがベッドなかろう。母ちゃんも動かれんで暇かんしれんばって。おんも暇たいね。だけん、ベッドどんつくざそかーと思ってか、つくざしてみたったい。つくざしたつはええばって、夜んなっとやっぱベッドもいるもんね。ギャーンして兄ちゃんに曲がりしとったばってんたい。兄ちゃんが水飲み行った好きにたい。俺がおっとったもん。ええー、やんべや母ちゃんの方腰に高けんたい。もうジーニーに返してって無理やり引っ張られぬわけたい。いつもなら、おっば、力ずくでえほう、どかさせたい。ジーニー兄ちゃんも、そっばわかってかった。もう、あきらめちか、椅子の上で寝らした。へへへへ。こんなことあやつあのさんでしょう。もうほら、虐げられとっとでしたい。おがゆうこつはないっちょきかんですもん。今日もまったくためならん話でごめんね。ならご無礼します。まったねって。結局夜中このジニー兄ちゃんの布団でも寒なってかった。明け方母ちゃんのベッドに移ったけんね。ニーバ。バーニーだし。